はい、マッソゲームズでーす。はい、今日もですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回もですね、こちらマッソの拠点をさらにね、なんかいろいろ発展させていきたいと思います。って言ってもね、まあそんなに発展してはいないんですが、今回はですね、結構ね、すごそうなものを作っていきます。で、その前にね、最近ほらほら、見て見て、このさ、松明がいっぱいこういう風にあるとちょっと見づらいかなとか、なんかごちゃごちゃしちゃうなと思って、この下をね、このジャックオランタンに変えてみましたね。ジャックオランタンに変えると結構なんかいい感じじゃないですか。で、どのぐらいのマスでね、光的に湧かないかとか、明るさ的にいい感じになるかとかね、ちょっといろいろ調べて、まあこういう風にしてみたりとか、うん、しているんですが、あれ、ここ溶けちゃったかな。あらあらあら、ここ溶けちゃったな。氷が溶けちゃってるところもありますが、まあね、どうやったらうまい具合になるかなってね、いろいろ考えながらちょっとね、こういう風にジャックオランタンもつけてみました。これね、全部の敷地こういう風にして、なんかもっとすっきりしたこういうね、敷地にしたいななんてね、ちょっと思ったりもしてるんですが、まあね、まあのんびりゆっくりやっていきたいと思います。あとこっち側にさ、道作るとかね、うん、ここ僕これ左岸ブロックでこう道作ってるんですけど、もっとね、ここ全部道にしてね、この拠点がより過ごしやすくなるようにしたいなと思ったりもしてるんですが、あー、思い思い思い。はい、ということでね、やっていきたいと思います。で、今回ですね、何を作るのかと言いますと、超速で小麦、じゃがいも、人参を作ることができる装置を作っていきたいと思います。しかも半永久的。まあ参考にさせていただいたね、動画ありますので、ぜひね、そちらの動画も動画概要欄で見ていただけたらなと思うんですが、すごく簡単なのにすごく便利です。はい、では実際に作っていきましょう。多分作れると思うんだけどな。どこに作っていこうかなって悩むんですが、なんとなくこの辺りに作ろうかな。ほんとなんとなくなんですけど、うん、はい、じゃあここじゃあここに作っていきまーす。でね、まずはですね、3×4、 はい、1、2、3、 はい、3×4 でこういう風に掘ります。で、この一番手前にちょっとしたこうブロックを置きます。まあ何でもいいんですけど、なんとなくこれ置いてみました。はい、でですね、まずこちらレッドストーンコンパレーターをこちらに置いてワンクリックします。はい、でもってですね、これ何ブロックでも、あれ、こうでよかったかな。あ、違うな、こうですね、何ブロックでもいいんで、こういう風に、あ、違うな、間違えた、こういう風に置いてください。で、こういう風にさらに置いて、ここをね、レッドストーンでつなげていきます。はい、大丈夫でしょうか。で、さらにですね、あ、で、その前にここをブロック一つ置いて、で、半ブロックですね、これ別に何でもいいんですけど、正直今たまたま半ブロックがこうあるんでこうやってるんですけど、こういう風に置いてレッドストーンをね、こう上につなげちゃいます。ほい、これこうやればつながるんですよね。すごくなんか便利っていうか、へーって思ったんですけど、僕知らなかったんですけど、半ブロックでこういう風につなげることできちゃうんだって思って、で、こういう風にレッドストーンをよし、つなげます。はい、これかなりいい感じです。で、もう一回ね、半ブロックをここに置いちゃいます。はい、これだけでなんと多分ね、回路は一応完成かな。うん、で、こういう風に周りを埋めていきます。で、ここのね、ちょっと真ん中に水入りバケツでポチャッと入れまして、で、こっからですね、ディスペンサーをセットしていきます。で、ディスペンサーなんですけど、こっち向きに、ウィン、オッケー。で、この上も一応使うんで、で、この上ね、ちょっと見えるところだから、この尿も使いたいんだよね。はい、えい、まあ何色でもいいんですけど、で、さらにディスペンサーを、はい、こっちも、はい、まあこんな風に置きます。いい感じですね。ちょっと
あの丸石ちょっと欲しいから、ここと掘ろう。ちょっと一つね、あの用意するの忘れちゃってたものがあるんですけど、はい、まあ用意してたものっていうよりも、はい、こんな感じ。レバーですね、レバーこう取る作ります。あー、レバー投げちゃった。レバーじゃなくて、よし。ちょっとさ、やっぱりこう勉強したとは言ってもうまくいくかわかんないから、ちょっとさ心配ですよね。はい、でこんな感じで、ここを押す、レバーを押すと、はい、こんな風に作動しまくるっていうね、こういう装置です。でさらにもう一つ作り忘れてたのがあった、クワですね。クワってなかなか作ることないですよね、木のクワね。はい、でここを耕します。でもね、こっからはあと何でもいい、もうね、どうにでもしてっていう状態で、あとは普通に装飾をすれば、大体は実はこれね、もう完成しちゃってるんですよ、すでに。あっさりと完成なんですね、実はね。はい、まああと装飾とかもするんですけど、一回ね、これでちゃんと働くのかどうかっていうのをね、まあ見てから装飾とかもしたいとは思うんですが、はい、でどうやって働かせるのかと言いますと、骨をね、とりあえず骨粉ブロックします。で、これ3つずつ、とりあえず3つです、今試しなんで、1,2,3 と、はい、ここ3つ置きますね。で、これをオンにします。そうすると今ね、ディスペンサーから何も出ない状態なんですけど、ここにね、種を置きます。ほい、そう、こういう感じで、こういう感じで、まあ、無限にね、これが取れるんですよ。はい、で、右クリックさえやってれば、あとね、もうね、簡単にね、実はね、これ自動で取れちゃうようにできるんで、じゃあ実際にね、こっからあとね、装飾を少しやっていきたいと思います。あれ、これで取れるんだよな、取れるはずなんですけど、どうだったかな、今なんかちゃんと働いてたかどうかよく分かんなかったですね。落ちちゃった、落ちちゃった。辻さんがいますけど、トン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 、多分ね、これでしっかり動くはずなんですけど、よし、この中にとどまったら、羊さん、君この中にとどまったらもう出れなくなっちゃうよ。よしよしよし、出てくれ、お願いだ。よしよしよし、あ、よかった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 、はい、タン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 、よーし、これで一応装置は完成。あれ、こんなところに何か置いたっけ。これで一応装置は完成でーす。では本当にね、どれぐらいのスピードでできるのか、ちょっとね、実際に試してみましょう。じゃあ今ね、骨たくさん持ってきます。でですね、もう一個だけ忘れてた、ハンブロックですね。ハンブロックを使うんですけど、これ何のハンブロックでも正直いいんですけど、今回ね、あの多くのハンブロックでやりますけど、ここにこう、危ない危ない、こういう風にね置いとくと、さらにね、こうアイテム回収がしやすくなるらしいですよ。あ、こういう風にする、こういう風にするとアイテム回収しやすく、あ、色合いとかはなんとなくセンスだと思ってください。はい、ということでですね、今ある分だけの骨を骨粉にして、このね、装置の中に入れてみました。で、果たしてね、1分間でどれぐらいね、この種から小麦が取れるのかっていうのをね、ちょっと測ってみたいと思います。じゃあいきますよ、よーい、スタート。あ、ちょっと待った、よし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 、はい、今測ってまーす。今ね、10秒で40個ぐらい取れてるんで、これはマジでいい装置ですよね。だってこれだけあればね、もう簡単にこう、何ですか、羊さんだってね、育てることできますし、牛さんもね、もういくらでも育てられる。で、今30秒経過しました。はい、33、34っていうことで測ってるんですけど、まあ骨粉がなくならなければ、まあいくらでも作れちゃうってことですよね。まあ種もね、こういう風にたくさん作れるんで、なんかね、種のいい感じのね、使い道もこう、なんか考えればいいかなと思いますけど、
はい、ということであと5、4、3、2、1、はい、終了ということで1分間で 64×4 の約89個ものこのね、小麦が作れました。これ俺的には革命、すごい楽だねこれ。もういくらでも牛さん育てましょうよ。はい、というようなね、すごい簡単でいい装置を作ってしまいました今回はね。なんか最近こういろいろ装置作ってるじゃないですか、あの花畑とかもね。ただ骨粉が使う需要がちょっと高まってきちゃいましたね。うわーって囲まれてるけど、骨粉がいろんなところでこう使いすぎちゃうから、経験値ね集めながらまたね骨は集めたいと思います。まあ、こんな感じでたくさんね牛さんも育てられるしっていうものですね。あの花畑までの道のりもちょっと作りたいですね。あ、やべ飛べなくなっちゃった。やばい、距離的に飛べなくなっちゃった。やばい。種にしよう。出させて。やっとー。ということで今日はものすごいいい装置が作れたので大満足でございます。はい、さらにねいろいろまたね便利な装置をね作っていきたいなとも思っていますので。ぜひぜひね、また皆さん見ていただけたらなと思います。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次何作ろうかな、なんかいいアドバイスなどが、ごめんなさい、何かいいアドバイスなどがありましたら皆さんよろしくお願いいたします。ということで以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。